セダン核実験、セダン核実験、セダン核実験は、プロシェアー作戦の一環として1962年7月6日に、ネバダ核実験場の第10エリアである、ユッカ平原で行われた先進土地価格実験であり、その目的は、核兵器の再高屈作及びその他の民間用途への使用可能性を調査することであった。 しかし本実験により発生した放射性降下物は、米国本土で行われた核実験の中でも一番激しいものとなり、実験後にできたセダンクレーターは、米国内で最も大きな人工クレーターにもなった、原告はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。セダンは二大壊熱核爆弾であり、その核出力の70%が核融合。 30%が核分裂反応によるものであった。セダン核実験はストラックス作戦と同じ年度に行われたが、機能的にはプロシェア作戦の一つであり、実験の計画と実施はローレンスリバモア国立研究所とアメリカ国防総省により行われた。セダンは砂漠に掘削された縦坑により194メートルの深さに埋められた。 核爆発の核出力はおよそ104キロトンであり、爆発によって地面は90メートル近くにまで持ち上がった後、爆発の3秒後にはそこにクレーターが出来上がった。この爆発により1100万トンの土砂が吹き飛ばされた。出来上がったクレーターは直径390メートル、深さ100メートルにもなった。爆心地から4キロメートルの円形の範囲内は、 水平に広がった爆炎により覆われた、この現象は火災サージに似ている。爆発はマグニチュード4.75の地震に相当し、爆心地の放射能は1時間あたり500レントゲンにもなった。セダン核実験は、結果として2つの放射能を含んだ雲の塊を作り出した、1つは3000メートル、もう1つは4900メートルの高さまで吹き上がった。 この二つの雲の塊は、最初は北東から次第に東の方向に流れ大西洋に向かった。この雲が流れる途中で、米国のいくつかの州の狭い範囲に大量の放射性降下物が降った。特にアイオワ州内の八つの軍、及びネブラスカ州、サウスダコタ州、イリノイ州おのおの内の一つの郡で強い放射能が検出された。その中でもアイオワ州のハワード、 ミッチェル、ワースの核軍、およびサウスダコタ州のワッシュバーグ軍、現在はジャクソン軍に統合されいるは、特にひどく放射能に汚染された。これら4つの軍では、最高で1メートルあたり6000マイクロキューリーの放射能が検出された。米国内で実施された核実験の中でも、セガンは高い放射能を引き起こしたものにランクされる。この実験では、 甲状線障害を引き起こす、放射性の要素131が88万、キューリー空気中に拡散した。またこの実験は、拡散した金 198, 金 199, ベリリウム7、モリブデン 99, ネオジム 147, 鉛 203, タングステン 181, タングステン 185, よびタングステン188の量で1位であり、コバルト57、 コバルト60、マンガン54の量で2位、ナトリウム24の量で3位である。セダンで発生した放射性効果物は全米の放射能の7%以上に達し、1300万人以上が被爆した。この被爆者数は米国内で実施された核実験の中でも最多である。セダンの影響は1952年6月1日に実施された。 タンブラースナッパー作戦の常時核実験に似ており、こちらも全米人口の7%が放射性効果物で被爆したが、当時は1962年より人口が少なかった。ため被爆者数は1100万人であった。この2つの核実験で被爆した人口は正確には公表されず、アメリカ保健社会福祉省、アメリカ疾病予防管理センター、及び アメリカ国立岩研究所はジョージが最多で、セダンが2番目と公表していた。プロシェアー作戦では、セダン核実験によって、核爆発による迅速、経済的で大規模な土砂区施策の可能性を証明した。核爆発の利用対象としては、公安、運河の建設、露天掘り鉱山での再興、山岳地帯での鉄道、道路用地の開港、 およびダム建設が提案された。しかし核爆発により発生する放射性効果物は広い範囲に拡散することも判明した。結局、一般人の健康への影響、および議会の反対によりこの提案は破棄された米国では、このような核爆発による屈作は行われていないが、ソ連は核爆発の商用利用を続けていた。2005年3月2日、エレン・タウシャー・カイン議員。 カリフォルニア州選出民主党の地オバマ政権で軍備管理国際安全保障担当国務次官はセダンのような核実験で生じた大量の放射性降下物の事故目に関して議会で演説した。しかし公式記録にはセダンという言葉が誤って国名のスーダンと記録されてしまった。この記録から数日のうちに国際社会はこの内容に気がついた。 スーダンは政府としてこの件を深刻かつ重要な内容として受け止めると発表した。また中国の新華社はスーダン政府は米国により自国民の発言率が上げれたことを非難するという記事を配信した。ハルツームの米国大使館からの本件は誤りであるという発表にもかかわらず当時のスーダンがアイム大臣ムースタファ・オースマンへスマイル。 本件は継続して調査すると表明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。